1941年6月、ドイツ、イタリア両国は突如ソビエットに対し宣戦を布告しました。言論と表明の自由を奪われたドイツ国会は、万来の時拍手をもって独裁者の政策を迎え、時の大島大使もこれを目撃しているのであります。ヒトラーは1939年8月、スターリンと独ソ不可侵条約を結び、ソビエットと友好関係にありましたが、ソビエットを除き、ヨーロッパの大部分を征服した1941年6月、突如として不可侵条約を破棄、東部戦線を展開したのであります。北ヨーロッパ、西ヨーロッパ、バルカン、さらに東地中海を勢力範囲に収めたヒトラーは、この作戦と侵入に疑いの眼を送るソビエットを一挙に葬るべく、実に200個師団の大兵力を投入。北はバルティック海から、南は黒海に至る延々数千マイルの線に沿って、怒涛のごとき大攻勢を開始したのであります。まさに急迫。ルーズベルト大統領とチャーチル首相は大西洋に浮かぶイギリス戦艦プリンスオブウェールズにおいて会見。同年8月、4つの自由を守る大西洋憲章が起草されたのであります。枢軸側の武力侵入に対し、あくまで戦い、より良き社会を作らんとするのが大西洋憲章の目的であります。